3分のね、石井さんの速さに注目してほしいです。来ましたよ。来ました。どっちが先手ですかね、これ。対局開始。石井さん先手でしょ。みたいですね。はい。お願いします。画面で言うと、上が石井さんで、はい、下が細川さん。はい。そうですね。はい、これは戦型は、はい、アイフリビシャ、アイフリビシャですか、うん、いいですね、アイフリビシャって言ってくれるさっき、アイフリビシャって言ってましたミナミの声も入ってますよ、ね、これでもあれですね、トムさんよくやられたっていう、あ、よく、はい、石井さんと、はいはい、その頃もこんな感じでしたか、そうですね、でも石井さんは結構その時は四間飛車が多かったんですよね、4筋に振る、なるほど、ちょっと、攻めの方にシフトして中飛車になったのかなっていう、なるほど、はい、そういうことですね、美濃囲い、さあさあ、これもう、これ見てください、このスピード、スピードがね、全然もう解説できないですよ、これ、これがね、20代の脂乗ってるスピードなんですよ、そうですね、早いですね、サンマの旬ですからね、今旬の、はい、これがね、早いんですよね、ほんと僕ならもう 2分30秒2分30秒あ これがね、30代のスピードこれが30代のスピードです、これが2分30秒ってもう読まれてますよね、おしかしあれですね、右玉じゃないんですねですね、おお、はい、分かりましたよ、そうか、これ手筋ですねですね、はい、これで繋がるんですね、攻めがすごいですよ、すごいです、銀バサミに来たところに挟まれに行って合わせると、ね、るとこんな手があるんですね、しかし、うっかりした、おお、あ、そっか、確率があった、うっかりした、これはうっかりしましたよ、うっかりしましたね、うん、なんかよくやる、コンピューターがよくやるね、あの銀バサミをよく見落とすんですけど、これは痛いな、あら、しかしね、まだ、しかしまだまだ、これね、よくなると時間使いますからね、そうなんです、そうそうそう、2分、そうそう、まあ少し悪いぐらいの方が手が伸びますしね、ですよね、もうやるだけですからね、そうですね、行くだけっていう、でも秒がどんどん差がついてきますね、そうですね、やっぱ良くなるとね、やっぱこう、そうですね、地道に震えるんで、うわ、死ねばおーらしい手がへー、そうやるもんなんだすごいですね、全然見えないです、なんか全然見えないと、伊藤さんちょっと時間がこれは時間がね気になりますからね、そうですね、時間が遅いんですよ、私これは C さんも手が伸びますよ、これはい、これ伸びますね、いきましょう、いくでしょう、ほら、いったほら、もう面白くなってますよ、これもうね、どっちが優勢わかんないですよ、これ1分30秒、石井さんね、ほんと速いんですよ、刺すスピードゆっくりなんですけど、いや、ほんと速いんですよ、これちょっと時間の差が大丈夫ですかね、これもう石井ペースでしょう、これは石井ペース、まあ、まだまだね、でも銀毒ですからね、うん、先手銀毒なんで、手厚く刺せば、いやー、足ビシビシといきますね、ノータイムでこう刺せるってすごいですよね、うん、どんどん、でもホワイトアロマさんもね、ものすごい勢いで今、あの自玉だけ見てるんでね、結構彼は得意な展開ですね、はい、はい、時間が、しかし、しかしね、1分10秒であの王様美濃囲いを、ね、寄せ切れるかという、そうですね、いやドキドキしますね、切り負けってしますね、すごい、1分、さあ出てきましたよ、時間かかりますね、1分焦ってますよ、1分、1分、いや、もう切れたら1分探すといくんですよ、そうですよね、いや、本当に早い、いや、これは焦る、なんかもうどうなってるのか分かんなくなってきてましたけど、なんかありそうですよ、おこれ痛い、痛いぞ、レーザービーム来たんじゃないですか、あ、切らされた、今こうシャーナルと桂馬をね、どかして桂馬成りすったりして、いや、時間が、時間が、時間が、やばい、時間早すぎる、やばいやばい、うわー、これはこれはもう形勢もわからないです、形勢も混沌としてますよ、あらららららら、あらって感じですね、いや面白いですね、確かにですよ、なんか手が隣で見てるすいません笑っちゃうフェロイズと時間がしか言ってない、時間でも30秒切ってますよ、でもこれまあちょっとあの刺せば刺すほどちょっと
いやー、しーちゃん早い、しーちゃん早い、もう早すぎて、早すぎて笑っちゃう。今風たらした後にも必要ですね。うわー、厳しい、厳しい、痛い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 、そんな痛い痛い病みたいになっちゃう。痛い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 、いやーすごいですね。気づいたらね、気づいたらもうぶったいたいな。恐ろしいですね。それは南に怒られますね、これは。こんな将棋やってると。おしかし10秒って言ってた。いや時間が、時間が早いんだけど、痛い痛い痛い、早すぎて、なんかもう早すぎて笑えてきちゃう。早すぎて笑えますよ、ほんと。形勢は、まあでもかなり盛り返してます ね、 でも時間が、ね、時間がない、時間が、時間がない、時間が、いやいやいや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱね、彼石井さんやっぱり1分以上余ってるじゃないですか。すごいですね。めちゃくちゃ手見えるんですよ。本当に1分残ったって。本当でしょ。早い。僕の時も1分残ってましたから。彼早い早すぎでしょ。早いです。石井さん振り返っていかがでしたか。いやもう銀存してどうしようもなくなったかと思ったんで、もう時間で行くしかないと思って、もうガンガン。いやすごいですね。アラフォーにはきついですね。細川さんは感想、はい、感想、いやもう銀得してね、うん、まあ楽勝だと、うん、将棋は勝ってると思ったんですけど、うん、まあ、これが将棋王子ってところですよね、まさに、うん、時間が時間が足りません。そうですね、戸辺先生もなんか30分切れぐらいしてくれないですかね。30分切れなら今勝ったと思うんですけど、今のね、はい、あー、じっくりさせますね。かなり盛り返したところでしたからね。そうなんですよね。やっぱ面白いですね、見てて。3分切れ負けは難しいですね。3分切れ難しいですよね。良くなると逆に時間使うっていうのはよくわかりました。苦しい方がなんかあれですね、どんどんいけますよね、ね、3切れは、うん、今大きくなると石井さん将棋ウォーズで勝つ秘訣教えてください、うんうん、はい、お願いします。必勝法、三切れはもう思った手を指せばいいと思います。思った手を指す、はい、他には思った手を指す。攻めと受けだったらどっちがいいんですか。あ、多分受けの方が勝ちやすいと思います。受けた方がいいんですか。それよく強い人がよく言ってますね、うん、あ、そうなんですか。私打ってるうちに切れちゃうんですけど、はい、何の問題があるんでしょうか。なんですか。受けにもコツがあるわけですね、やっぱりね。そう、受けてるうちに切れ負けするんですけど、どうすればいいんですかね。受けても難しいかなと思うんですけど、せめて王手がかかる形にしたいなって思って、うんうん、どうなんでしょうね。じゃあどうですか、アドバイス。でもっと受けの勉強するしかないな。確かに、すごいビシッとね、ビシッと。失礼しました。受けの勉強は足りませんでしたね。いや、勉強になりました、はい、ありがとうございました、はい、面白いでした、ね、熱戦でしたね。そうですね、面白い将棋でした、はいはい、ここで一旦 CM いきたいと思います。はい、